よろしくお願いします。先週の金曜日にですね、参政党の吉野さんが大阪で選挙出るっていうことを言ってまして、吉野さんは小麦粉を食べるなとか言ってますけど、大阪はそういう小麦粉の文化が多分あると思うんですけど、田島さんは関西出身ですけど、その件についてどう思いますでしょうか。僕ね、吉野さんのことですお話したことないですよね。で、だから DM を送って話しましょうって言ったら、まあ、逃げ通られるので、大体僕から逃げる人って嘘つきとか変なことしてるんですよ。で多分、そこはそうなんじゃないですかね。だから、こんなもの文化の大阪に小麦粉食べたら死ぬよみたいなこと言う人が出てきたら、なんかね、ちょっと地方の前とかでやってほしいですけどね。だから、たこ焼きの前とかで。平気っぽく。いや、だって確かね、僕のイメージでは小麦粉って戦前から日本にあったと思うんですけどね、うどんとか普通に食べてたんでね。弥生時代からありますですよね。戦国、いやだから多分嘘をつくことに対しては抵抗がないんでしょうね。あの本当にこう浮気をしている男性が奥さんにこう平気で嘘をつくような感覚なんでしょうね。なんか楽しんでるんじゃないですかね、むしろ。感じはしますけどね。なんかもうあのだって僕ともなんかいつでも対談しますよって対談してないのが全てじゃないですか。僕いつも逃げも隠れもしないんですよ。ただちょっとあまりにもちょっとなんか相手するようなレベルじゃないなってすごい思ってて、ちょっと小麦粉のことで何言ってるんですかね。そのもうお好み食べるなとか言ってるんですか。最近は最近言ってないよね。そう、最近はね、全面的に食べるって言ってるわけじゃないみたいな話になってます。この日も食べてもいいって言い出してる。食べてもいい、控えた方がいいみたいな、ね、ちょっとトーンが緩んでる。いや、もう戦闘さんに関しては僕自身相当裁判も民事も刑事も含めてやってるので、まあ、もうもう少し待ってくださいぐらいの感じかな。はい、どちらが本当に言ってるのか多分裁判所が判断してくれると思います。裁判所と警察が。